はい、こんにちは、タコです。今回はですね、氷川きよし限界突破サバイバー解き放たれた感じということで、氷川きよしさんの話をしていきたいなと思います。まあ、氷川さんって言ったらね、すごく有名な演歌歌手の方で、まあ、2000年の2月2日に22歳の時に演歌歌手としてデビューされています。まあ、すごくメジャーな方ですよね。まあ、私の個人的な印象としては、すごくやっぱり歌は上手いと、当たり前のように歌は上手いし、ね、お顔の方ですね、ルックスの方もすごく用意したんだよと、すごい男らしい顔つきで、あの王子っていうふうにも言われてたぐらいね、すごくね、まあ顔の整った方で、まあ、神は本当に二物を与えたんだなというような、まあ印象だったんですよね。まあ、そんな氷川さんが今すごくね、話題になっているということなんですよね。で、どんなことで話題になっているかって言ったら、まあ、ある始球式でね、ミニスカートを履いて登場して始球式をやっただったりとか、まあ、あとはだんだん肌がすごく綺麗になっていってるとか、あとはね、仕草がちょっと女子っぽくなっているみたいな感じで、なんかちょっと女子っぽくね、変貌してきてるんじゃないかみたいなのがすごくね、噂になってるんですよ。まあ、以前からもそういう噂ってあったみたいなんですけど、ここに来てすごくね、話題になっているということなんですよね。で、まあ、その中でもね、私の個人的な氷川さん変わったなっていうふうな印象を初めて受けた時っていうのが、限界突破サバイバーっていう歌があるんですよ。で、この歌ね、どういう歌かって言ったら、まあ、あるアニメの主題歌なんですね。まあ、ドラゴンボールっていうね、人気アニメの主題歌になった歌なんですよ。で、私は個人的にはね、ドラゴンボールがすごい、ね、好きだったので、まあ、この限界突破サバイバーがね、主題歌で決まりましたってなった時に、誰が歌うんだろうっていうふうにね、思って、まあ、実際に聞いてみたんですね。聞いてみたら、かなりね、ロックな感じで、すごいノリノリな曲だったんですよ。アップテンポな曲でね、いい感じの曲だったんですよね。で、実際に誰が歌ってるんだろうと思って調べたら、なんと、氷川きよしさんだったんですよ。ね、私のイメージとしてはね、氷川さんって言ったらもう演歌と、ザ・演歌っていうイメージがあって、で、この限界突破サバイバーっていうのは完全にね、ロックっぽいようなアップテンポの曲なので、そのギャップにすごく驚いたんですよね。まさかあの氷川さんがこの限界突破サバイバーを歌ってるなんてっていう感じで、かなり衝撃を受けたんですよ。で、おそらく聞いた方、氷川さんが歌ってるよって聞いた方は、みんなショックというかね、衝撃を受けたんじゃないかなっていうふうに思うんですよね。で、まあ、私はこのね、一連の氷川きよしさんの変化ですよね、激変しているということに対してすごく肯定的なんですよ。まあ、他人に迷惑をかけていませんし、まあ、自分が本当に好きでね、やりたいということをやっていて、それで本当に幸せだということであれば、もうこれ以上に素晴らしいことはないっていうふうに思ってるんですよね。だから私は氷川さんの今回のね、一連の変化っていうのはすごく肯定的な目で見させていただいているということですね。で、まあ、一番気になるところっていうのは、なんでここまで氷川さんが激変したのかっていうところじゃないですか。ね、今まで演歌一本で頑張ってきた人生があって、そのね、演歌ですっていうイメージがすごくついてた中で、いきなりロックに変わった。で、いきなりちょっと中性的なイメージに変わった。その原因って何なのかっていうところが、まあ、今回一番話したいところなんですよね。で、まあ、これは私の個人的な見解なんですけれども、これはおそらく終わりを決めたからだと思うんですよ。で、終わりを決めたから。終わりですね。を決めたと、まあ、要はゴールを決めた、コーチング用語的に言うとゴールを決めたっていうことだと思うんですよね。終わりを決めたから、まあ、自分がやるべきことが見えてきたと。まあ、人っていうのはね、この終わりを決めるってすごく大事なんですよ。まあ、例えば自分の人生がどういうふうに最後を迎えるのかっていうのを想像したり考えるだけで、人生の歩み方っていうのがね、激変するんですよ。明確化するっていうね。要は例えば、よく使命とかミッションとか言いますよね。使命とかミッションとかって言いますけど、これってじゃあなんで決まるのかって言ったら、やっぱりこの終わりが見えてるか見えてないかで決まるんですよね。例えば、まあ、富士山がありますと、ね。富士山がありますと。したときに、この山の山頂に登るっていうふうに決めたから、この登り方っていうのは、この道っていうのはね、後から見えてくるんですよ。これは後なんですね。後から見えてくると。ね、いきなり普通に道を歩いていて、平坦な道を歩いていて、いきなり山頂にたどり着きましたっていうことはないんですよ。必ずこの道が必要になってくるんですね。うん、でも、ただ普通に歩いてるとこの道が見つかるわけじゃなくて、ちゃんとここに登る、富士山の山頂に登るっていうことを決めたから、
富士山の山の登り方っていうのが後からちゃんと見えてくるっていうことなんですね。これがすごく大事だっていうふうに思ってます。まあ、この道がいわゆるこのミッションとか使命にあたる部分になるんですね。で、まあ、氷川さんの場合はもう一個ね、すごい大事なことを言ってるんですよ。あるインタビュアーとなんかこう激変した後に、インタビューを受けた時にすごくね大事なことを言ってるんですけど、まあ、一回きりの人生だから、ね、本当は一回しか人生ってないから、自分がね自然体で好きなように生きた方がいいんじゃないかっていうことを言ってるんですよね。まあ、あとは年齢をやっぱり重ねていくことに、まあ、今年おそらく42歳とかだと思うんですけど、そのね年を重ねていくごとにやっぱりねもう時間がないんだっていうことに気づいたというふうに言ってるんですね。まあ、あとはやっぱり後悔したくないと、ね、絶対にその後悔をしたくないと。でやっぱり人がねどう見てるのかっていうことよりも自分はどう生きていきたいのかっていうことをすごく大事にしていきたいってことを言ってるんですよ。この言葉に全てがね含まれてると思ってるんですよね。まあ、要するに、まあ、氷川さんはね自分の人生を振り返った時にですよ、振り返った時にやっぱり時間がどんどん経過していって、この終わりが見えてきたわけですよ。人生の終わりをおそらく見たはず、考えたはずなんですよね。でそうした時にやっぱり、ね、今までの自分の人生の歩み方で本当に良かったんだろうかっていうことを、ね、一回考えたと思うんですよね。要は終わりを考えた、いわゆる終わりを決めたっていうことだと思うんですけど、一回考えてみたらおそらく人の目を気にした山頂を目指してたんじゃないかなっていうふうに思ってるんですよ。今までね演歌歌手として歩んできたこの山のてっぺんっていうのはおそらく一番は人の目を意識した道の歩き方っていうのをしてきたんだと思うんですよね。この道を私たちが見た時にやっぱりね男らしい感じとかね王子様に見えたりとか、この行く途中の道を歩んでる氷川さんは僕たちの目にはそう映ったはずなんですよ。ね、でも氷川さん本人が、ね、時間がどんどん人生を、ね、重ねることになくなってきたと、ね、自分はどういう風な生き方をしたらいいんだろうっていう風に、ね、自問自答していった時に、あこの山も確かに登ってきたけど、今まで登ってきたけど実は自分はねもっと違う山があるんじゃないか、自然に登れるような自分が本当に登りたい山っていうのがあるんじゃないかっていうことに気づいて、今自分の山っていうのを登るべき山を決めたんだと思うんですよ。で今その山頂に向かって歩き出したから、その間の、ね、過程っていうのがどんどん変わってきてるわけですよ、ね、例えば女子っぽくなりましたとか、あとは楽曲がね今までは演歌だったわけですよ。人の目を気にするってなったら演歌を選んでたんですけど、自分が歌いたい歌っていうのを選ぶようになってきた。だから当然ね曲もアップテンポの曲になったりとか変化があるわけですよね。登り山は違いますから当然道も変わってくるわけですよ。まあ、女子っぽくなったっていうのももちろんそうかもしれませんし、そういった意味で人が人生を変えるときっていうのは、やっぱりこの登るべき山を変えたときなんですよ。で、もっと言うと、登るべき山を決めて、その山頂にたどり着くっていうふうに決めたときに、この過程っていうのが大きく変わっていって、そして、ね、本人はもう内側で明らかにこれは決まってるんですけど、外側から見たときに、私たちはここのね、断片を見て、あ、この人ってすごい変わったなっていうふうに感じてるんですよね。だから今の氷川きよしさんというのは、今まで登ってきた人の目っていうのをねやっぱり気にしながら生きてきた自分の人生の見せ方っていうのもこう経験値で溜まっていますし、さらに新しく、ね、自分はこういうふうに生きた方がいいんじゃないかっていう山を見つけて、そしてその山を登り始めたことによって氷川さんの新たな一面が見えてきていると。でその新たな一面が見えることによって私たちは驚かされているわけですよ。日々サプライズというかね、あ、こんな感じだったんだってね、いうふうに驚かされているわけですよね。それによって、やっぱりね、本人もすごく自分を解放してきた。ね、本当はここなんだと。自分の生き方、ね、自分の山を見つけたんだと。いうことで、登り始めたから、新たな魅力がどんどん出てきて、ね、当然ファンの方たちも、あ、なんかすごい新しい氷川さんに会えた、みたいな感じで、すごくね、我々も刺激をいただいていると。だから、やっぱりこの、今回の氷川さんの、ね変化についてですね、僕なりにすごく学んだっていうのは、やっぱり人の目を気にして生きる人生と自分の、ね、生きたい人生を生きる、これってやっぱり山の選び方によって全然変わってくると思うんですよ。いずれにしても普通に何も考えずに人生を生きていたらこのまま人生って終わるんですよね。山を登ることなく全く人生って変わらずに終わるんですけど、やっぱりどの山を
ね、自分が登るっていうふうに決めて、どの山の山頂で登りたいっていうふうな、要は終わりを決めたことによって、人生っていうのは大きく変化しますし、当然、登っている山っていうのも、やっぱり自分が本当に登りたい山、本当に自分が決めた終わりっていうものを見つけることによって、人生っていうのは本当に激変していくんだっていうことを学んだということになります。はい、今回の話があなたにとって何か良い気づきになったということであれば、ぜひグッドのボタンを押して応援していただけると幸いです。でこういった動画をどんどんアップしていきますので、ぜひチャンネル登録の方もよろしくお願いします。で動画の下にですね、公式 LINE、 あとはメルマガの登録 URL がありますので、ぜひそちらからご登録の方よろしくお願いします。はい、それではあなたの貴重なお時間をいただきありがとうございました。感謝いたします。